第188回ホッケチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。現在、立正安国論第3弾の拝読を進めています。第3頭、つまり主人の発言には3種類の経典より4つの経文が引かれており、今回はその3つ目となります。第3弾、経章の3つ目、法華経漢字本。悪しき世においておごり高ぶった僧侶が権力者に近づき、正しき教えを守護し愚従する者に迫害を加えると説かれます。なお、この第3弾においてが立正安国論における法華経の引用の最初となります。本文へと入ります。第3頭、主人の発言、経章の3つ目。法華経にのたまわく悪世の中の比丘は邪智にして心天国に、いまだ得ざるをこれ得たりと思い、我慢の心充満せん。あるいはアレンニャに農家にして空間にありて、自ら真の道を行ずと思いて、人間を強占するものあらん。利用に頓着するがゆえに、白衣のために法を説きて、世に苦行せられること、六通の羅漢のごとくならん。ないし、常に大衆の中にありて、我らの咎をそ知らんと欲して、国王、大臣、バラモン、孤児、および世の陸主に向かいて、誹謗して我が悪を説きて、これ邪見の人、下道の論議を説くと言わん。俗行悪世の中には多くもろもろの工夫あらん。悪鬼その身に入りて我をめり気にくせん。俗世の悪びくは仏の方便、随義諸説の方を知らず、悪くして貧熟し、しばしば貧随せられん。以上。現代語訳へと移ります。法華経には次のように説かれています。悪しき世の中における比丘は横島な知恵があり、心は自分の思いを曲げ、人に媚びへつらうのです。いまだに得ていないものを得たと思い、我をよりどころとし、心には高慢であるという思いが充満しています。あるいは出家の修行に適した閑静な場所に、破れて布をつづって作った粗末な衣を着て、人の中から離れたところに住み、自分から真の道を修行していると主張し、人間を見下して軽んじ癒しめるものがあります。利益をむさぼり、私腹を肥やすことに執着することから、在族の人のために教えを説き、世間の人にうやうやしく敬われることは、六種の超人的な能力を備えた荒漢のようになるのでありましょう。常に大衆の中にあり、
私たちをそしろうとするために、国王、大臣、バラモン、孤児、およびその他のビクたちに向かって誹謗し、私たちのことを悪く言い、これは横島な見方や考え方のある人で、仏教以外の誤った教えを説くのです、と言います。極めて長い間、濁っている悪しき世の中には、多くの諸々の恐怖があるでしょう。悪しき鬼がその身に入り込み、私を悪く言い、罵って侮辱するのです。濁った世における悪しき男性出家者、つまり悪比丘は、仏が方便を用いてそれぞれの場面に応じ教えを説くことを知らないのです。悪口を言い、排斥して追い出し、たびたび追放しようとします。と。以上、第3段における3つ目の教章を取り上げました。正しき教えである法華経を広めるにおいては、数々の難が被ると言います。それは、悪しき世の中における比丘には、横島な知恵があり、心は自分の思いのままに曲げてしまい、さらには人に媚びへつらう者がいることによるのです。そのような濁った世における悪しき比丘は、仏が方便を用いてそれぞれの場面に応じ教えを説くことを知らず、称号を広める者に妨害を加えます。立正安国論における法華経の引用は5箇所であり、今回の拝読箇所がその最初であります。比喩本に3箇所、漢字本に1箇所、上布教菩薩本に1箇所の計5箇所であり、本日拝読した漢字本はこの第3段のみであります。立正安国論では主人が旅客に対し、法華経信仰を勧奨したとする解釈が多くありますが、引用経典という視点から見てみますと、法華経はわずかに5箇所しか引用がないのであります。以上、第3段における3番目の教章を取り上げました。第3段は、方々の事実に関する問答であり、今回の内容は、悪しき世における僧侶のありさまが示されています。おごり高ぶった僧侶、つまり悪比丘が権力者に近づいて正しき教えを守護し、愚弄する者に、たびたび迫害を加えると説かれるのです。次回第190回に予告ですが、立正安国論拝読の第22回目として、第3等における教章の4つ目を取り上げます。次回で第3段における教章は終わりとなります。今回の続きを拝読してまいります。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。